こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ソーセージスクランブルエッグ、ソーセージスクランブルエッグがサムネイルです。で、だしオムレツ、ソーセージキャベツ炒め、白菜の豚骨スープに白ご飯。もう一度サムネイルのソーセージスクランブルエッグ、ソーセージ入り卵でもいいですね。で、だしオムレツ、これはもう1枚 LL2 個分用意しています。卵がだから LL 合計6個分ですね。はい、体重測っていきます。体重が何キロかですね。300グラムずつ増えてるから、今日もそれぐらい増えてる。あ、もっと増えてる。やっぱソーセージ、業務スーパーのソーセージとウインナー、鶏油が使っているはずなんですけど、 55.3。 やっぱり動物性の油は応えますね。体重 55.3、 昨日より400グラム減ります。体脂肪率 12.8、 体重 55.3、 体脂肪率 12.8、基礎代謝1298、内臓脂肪レベル4、筋肉量 45.7、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度、体重 55.3、 体脂肪率 12.8、 内臓脂肪レベル4。昨日より 400g 増えてます。だから、まあソーセージとかウインナーやめたら減るのは分かってるんですけどね。はい、もう一度、ソーセージスクランブルエッグ、だしオムレツ、ウインナー、あ、ソーセージキャベツ炒め、白菜の豚骨スープに塩、白ご飯です。もう一枚、だしオムレツ食べれます。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。